これからね、秋野菜その準備が始まると思うんだけれどもね、でね、そのおすすめの資材がね、これなんだよね。分かる人は分かるけれどもさ、不織布って言います。これちょっと俺が畑で使った残りなんで、もうパッケージも何もなくなったんだけども、180センチの10メートルで2000円だったかな。ちょっと高いんだと思うけどね、近所のホームセンターで急遽買ったんで、これおすすめです、この不織布。どう使うかっていうと、トンネルってアーチ状の支柱やって、そこにこうかけて、ドーム状にして覆ってもいいし、俺が一番おすすめしたいのはね、畝を立てて、これノートパソコン畝に見立てるとね、こう種をまいたらその上にパサッとこうかけてベタ掛け、この畝の下通路のところに土かけて固定してベタ掛けっていう状態でね栽培します。そうするとね、これ発芽して芽が出てだんだんとこう盛り上がってくるんで、ちょっと余裕を持たせて土に押さえとけばぐーっと伸びてきて、でこれを剥がして収穫するっていう、小松菜なんかではよくやりますね、この手法ね、ベタ掛けっていうやつ。もしくは白菜の苗とかね買ってきて植えたら、その上から優しくこれかけておいて、で虫が入る隙間をなくすと。こうすると虫は入れないんで、白菜の苗、キャベツの苗とかに卵が先についてたらこの中で増えて全部食べちゃうんで、それは気をつけなきゃダメだけども、種をまいたらこれを上にねベタ掛けてパッとかけて、でこうだんだん伸びてきてね、俺が植物みたいなもんだけども、でここから開けてで収穫すると、そういう感じで使います。これ光はこれね、商品のあの説明で 90% 光を通すっていうことだったんで、特に問題ないかなと。そしてこの中でね、水分がね蒸発を抑えて保湿されるんで、乾燥による被害を防ぐこともできるし、ね、で虫のが侵入することも防ぐことができるんで、おすすめです。不織布、これをね秋野菜に使ってみることをおすすめします。一番いいのはやっぱ小松菜だよね。小松菜にやってベタ掛けして、ね、種でまくものだったら種の段階では虫は全然来ないんで、その種をまいたらすぐこれをかけておけば、虫にほぼ一切 99% ぐらいやられることなく収穫までこう、なんだ、収穫までたどり着くことができるんで、これ本当に使えます。基本使い捨てになると思うんで、そこは覚悟の上で使ってもらいたいなと。で俺今回これね、刃物じゃないもので使ったんだけども、山の畑で大豆巻いたら鳩に全部食べられました。こうと大豆をね、今年までで4年5年ぐらいやったんだけども、今まで1回も食べられたことなかったの。何の防除もしなくてもよかったの、鳩がいなかったんだけども、最近暖かくなってきて雪解けも早くなってきたからかな、下の山から登ってきて現れたのよ。で全部食われたので、仕方ないから、さっきみたいに畝を立てて大豆を巻いて、180cm 360cm の畝を立てて、そこに千何百の種をまいて、これをパサッとかけて、週間だろう、3、4週間くらいで育苗して、それを植え替えました。でうまくいきました。だから豆の育苗なんかにも使えます。わざわざ育苗箱とか、育苗のポット、それを用意して使う必要もありません。これで畑の一角に集中して密に植えて、ね、3密も3密に植えて、さらにこれで密閉してやって、で大きくなったら剥がしてあげて、で土ごと取ってあげて移植してあげれば、それだけで枝豆取れます。もしね、大豆植えて枝豆を植えて、鳩に食べられて困ってるっていう人がいたら、そういう場合もこれを使うことができるんで、とてもおすすめ。だから本当にこれ防虫には本当に使えます。無農薬でやる場合にはこれ使った方がいいと思います。100円ショップ、今日ねダイソー行って100円ショップのダイソーの商品を前あったから見せようと思ったんで、ダイソー回ってきたんだよね、2店舗で、家の近くのね、そんな近くでもないけど、車で行って買って、みんなにねこういうダイソーで売ってるよって教えようと思ったら売ってないんだよね。前あったのにさ、多分取り扱いやめちゃったんだろうね。で俺はこうプロ用のっていうか、
ホームセンターで買ったのを急遽ねお見せしました。ね、近くで見ると、まあ、こういう感じでねスケスケなんだけども、は羽衣みたいっていうかね、なんだろうね、これ紙なのかな、うん、これを使って栽培すると無農薬でも美味しく野菜できるん で今こうやって膝の上に乗せてるんだけども、あったかいねこれねやっぱこの保温っていうものも期待できると思うんで、秋っていうか遅くね、晩秋頃に収穫するやつでも寒さに負けないように、例えば春とかでもね、お遅霜が心配される時とかに使ってもいいんじゃないかな、寒さから守るためにね、こういう不織布、こういうものを有効活用してねやってみてほしいなって。葉物はね本当にあれ食べられやすいから、野菜の中で最もポピュラーな野菜はね、油中、白菜、レタスは聞くだ、白菜、キャベツ、大根、小松菜、ブロッコリーとか、そういう油中のもの、まあ虫がすごくつきやすいんで、そういうものにはこういうのかけてあげるといいかもしれないね。でこういうビニールだとね、結構扱いが大変だったり高かったりいろいろするけれども、この不織布だったらさ、軽いし安いし、うん、使いやすいと思うんで、こういうのを使ってみることもおすすめします。ビニールよりもちぎれにくいんで、簡単にはちぎれないです。引っ張ってもね、かなりちぎれにくい、かなり丈夫なものなんで、もうこれまだ使いたいから本気でやらないけどもね、うん、かなりやっても破れないんで丈夫なんで、これぜひね使ってみること、検討してみてください。刃物をやる場合ね、どうしても薬を使いたくないなーって、自分の家庭菜園、自分の使う子供に食べさせたい、孫に食べさせたいとかさ、自分で食べるもの、自分で作るものぐらいは無農薬で作りたいなっていう人がいたらね、ぜひともこれをね使ってみることおすすめします。不織布ね覚えておいてね。